やんすけ。あ、なんださっきは懐いてたのに。今日はビール飲み比べキャンプとなります。まずは龍馬ブルーム IPA からいってみよう。ということで、じゃあいただきます。うん、飲みやすい。これすごい華やかな香り。三種のアルマホップ、すごい、なんだろうな、ジュースというか、ジュースとも違うけど、すごくすっきりとした飲みやすいビールですね。これは結構好きですね。もう飲み干しちゃった。一本目開きました、早くも。今5時ぐらいかな。まもなく日没ですね。池とかね。あと何ですかね、あれ。なんか 3on3 のバスケットボールがある。でっかい屋根というか、なんかオブジェみたいなのですね。あとは、山の景色が、あ、遠くになんか見えますけど、建物が。鉄塔か、電線の鉄塔だと思います。さあ、じゃあ打撃をもう始まってますが、焚き火もしましょうかね。点火しました。着火剤でかなりごつい薪なんで、火がうまくつくかちょっと心配。あれ、火が消えてしまったか。まあいいや、ちょっとじゃあ次は夜な夜なエール、いただきます。はい、この街に乾杯。これ、さつま揚げ、ネギ、いただきます。結構これは強めのやつだな。クラフトビール、うん、ガツンとくる感じ。はい、はい、3本目、悪魔のビール、さあどうぞ。何が悪魔なのか。おお。はい。悪魔だ。悪魔的。いただきます。悪魔のビール。うん、いや普通にうまい。なんだろう、何が悪魔なのかな。木桜、普段は怖い悪魔たちも美味しすぎてついつい飲みすぎてしまう悪魔のビールです。だってホップのトロピカルな香りとしっかりとした苦味が楽しめる赤い色のビールに仕上げました。あ、色赤いのか、わかんねえなこれじゃ。うわー、イカが、あ、19の流れか、うわー、豪快。イカの丸焼きです。カリクいいんじゃないの、これ、いい感じのカリクが、丸ごとただ焼くだけ。ただ焼くだけ。火が入ってから切る、輪切りにするんで。
もう切っちゃっていいかな。うわ、この腹わたがうまい。これ骨も何にも取ってないからあの軟骨はあるから、うん、いいんじゃないの。おお、豪快で火力もいいし、腹わたとあえて。そう、これがうまいんだよね。よし、いいんじゃないですか。じゃあちょっとお味見を。はちょっとじゃあ、そしていただきます。ピントが合わない。あとネギ乗っけた方がいい。どうですか。あ、うまい、うまい。ネギもありますよ。お、ね、はい、取りました。いただきます。つゆかける。あ、つゆかける。これがうまい、うん。うまい。そうま、すげえ油乗ってるよこれ。おこのまま食べる。さんまさん行ってみようか。もういける、うん。うん、ほんじゃおしポン酢いただきます。どうぞ。うん、うまい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 。油は乗ってる。油はどうかな、うん、普通かな。ちょっと待って、腹わたのとこ、腹わたのとこちょっといいや。うん、うん、うまっ。あ、うめえ。サンマ食ってるって感じ。サンマの味これだ。油確かにもうちょっとだね、油は。うん、こんなめちゃめちゃ油乗ってったわけでもないけど、身はしっかりしてる。サンマ、秋の味覚だ。この間食べたのよ、やっぱり油が。いや、いいね、サンマ。また秋の味覚。はい、じゃあお次はこれがフライング IPA 越後ビール。越後ビール。牛ハラミいきます。あ、いいね。牛ハラミを大根おろしで。大根おろしで。サンマが燃えてる。サンマが燃えてるね。はい、どうぞ。ああ、はい、乾杯。小野町に、ああ、これは、これも強い味だな。なんつうんだろう。苦味か強い。うん。肉に合う、きっと。
これ味ついてるやつ。おお。いや、この黒焦げがまたいいんだよ。カリッとしたぐらいがいいんだよ。これいけんじゃないの、もういけるよ。うん、うまい。このちっこいやつはもういける。味はがっちりついてる。この分厚いやつはちょっと火から離して、うん、ちっこいのわけ。あ、これももう焦げてる。はい、ラストメニュー、トンテキ半額超得170円、メインディッシュ2枚で170円。あ、確かにソースの匂いがするの。なんかソースの焼ける匂いが、ソースが香ばしい。辛い大根おろしと、どうせ大根おろしぶっかけて食うから。もう火が通っている。通ってる、通ってる。よし、じゃあ、トンテキ。燃えてる、燃えてる。火事だ。火事だ。やばい。おぉ。いや、これ、すごい分厚そうに見えて、そんなに分厚くなかったんだろう。まあ、そうだね。いただきまーす。だからね、ソース味だ。うまいよ。まあまあ、全然うまい。しかも柔らかい。意外にも。さあ、じゃがバター。じゃがいも、長野天じゃがいも。柔らかい。箸でほぐせるじゃがいも。ほくほく。さあ、これにバターと醤油をぶっかけていただきたいと思います。Butter. じゃがいもの厚さでバターが溶けています。ヒュー。そこなかおぉ、ほっこほく、うん、やっぱり長くゆっくりじっくりね、火通したからね。ほっこほく。さあ、じゃあ姫ホワイトっていうですね、伊勢門なんでしょう、よくわかんないけど、あなたの人生にエールを言ってみます。はい、はい、乾杯。この町に乾杯。うん。あ、飲みやすい。これはまた、でもなんかちょっと独特な感じはあるね、確かに。エールビールじゃん。うん。ちょっとフルーティーだね。ああ。全然ビールらしくない。6時ですね。なんか重くなってますね。ちょっと曇り、あ、でも青空も日がすが、はい、オープン。おお、まあ、いつもこんな感じ。さあ、まあ食べてからの楽しみだね。じゃあいただきます。焦げ、ちょっと焦げすぎてる感もあるが、
でもそれもたまにキャンプなら良いでしょう。やっぱ焦げすぎてる。うん。まあ。コーヒーとともに。